皆さんようこそ、こんばんは、ジュゲマルクスです。本日はマリオカート8、おー、Y さんじゃないですか。合流ありがとうございます。集まれマリオカートの森。本日はね、マリオカート8デラックス 200cc 大会に潜って視聴者のリクエストどんどん答えていこうと思います。最初はですね、ちょっとね、泣いてしまってますけど佐藤さんから別にバカにしているわけではありませんけれども、いただきました。読み上げます。ドリフト禁止か JA 禁止、どちらかでいいのでお願いします。あー、前ボム兵だな高谷さん。いや大丈夫、僕はね怯えないで走りますけど、毎日見てるけどなかなか採用されないよ、ウェーンウェーンと、でも応援してますというね。あー、間違えてジャンプアクション入れちゃった。いやー難しいな、やっぱね指が慣れちゃってるんで、ちょっと1回までね OK にしようか。で2レース目もねちょっとやっていこうかなと思いますんで、佐藤さんね泣き止んでほしい。さあちょっと赤コーラやばいな、赤コーラ率が相変わらず高いんですが、高谷さんありがとうございます。ゆっくりしていってくださいというところで、なかなか当たんないな。でコインか、うわー、この3大体の後ろでも Y さんアイテム取ってないのかな。で果物ジャンプアクション、果物ショートカットしっかり決めつつ、これジャンプアクションの代わりにミニターボでも全然代用できるな。でしっかりアイテム取って、赤コーラか、ユキッチさん何キノコか。さあ赤コーラを刺さってほしいんですけど、いやー当たらずか。でキノコを引く読みで、赤コーラいらねえよもうこれ、赤コーラ率が高すぎる。でしっかりねカモジャ投げて、なんとか2位は守りきって、くっそージャンプアクション1回しちゃったのが悔しいな。2位で負けるよりジャンプアクションしちゃったのが何とも言えない悔しさで、ちょっとリベンジしてね1位取っていきたいなと思いますんでね、佐藤さんお願いだから笑顔を見せて、ゴリラクッパシップで挑みます。チーズランド 200cc でね、引き続き佐藤さん泣きながらいただいたねジャンプアクションもしくはドリフト禁止縛り2列目やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。そうだな、トゲゾウ対策で持っておきたいんですけど、何ですかねカットしております。理由はですね、そもそもジャンプアクションできる場所が少なかったりしたり、その他いやーやらかしたうー、今でもジャンプアクションしそうになったから逆に落ちて正解かも。この落下を味方につけて2周目ね頑張ってまいりたいと思います。よろしくお願いします。でそもそもねコースが被ったりしたら動画化しないっていうね僕なりのその暗黙のルールがありますので、今回はねチーズランドを引き続きやってまいりたいと思います。なんかまた気づいたら1位に出ちゃっておりますが、ナイスケツコーラ嬉しいですね。佐藤さんこの実況でね喜んでいただけたら嬉しいかなと思います。さあチーズの左通ってジャンプアクションスルーして、落としサンダー来るねを頼むよ。さあドンキーの力で残り1周頑張ってまいりたいと思います。なんかマップ見るとさ、今一瞬ノコノコとヨッシーの頭が重なり合ってて、その同一キャラクターに見えましたけど実際違いますよね。これはまあ表にテレチャちゃん対策で、そのボム兵強いな、ボム兵は最後ねゴール前に保険として置いておきたいなと思うんですが、周回遅れの人ちょっと怖いな。でしっかりねこれ乗りついて1位安定かな、半周差つけちゃってるね。とりあえずねジャンプアクション一度もせず1位ありがとうございました。もしね一度でもジャンプアクションしてましたらコメント欄で指摘してもらえると嬉しいですが、いやうおうおうおうサンダーうおうおう楽しかったな。どうですかね佐藤さん、満足してくれたらねコメントで褒めてくれると僕もモチベーション上がりますので、ぜひねよろしくお願いします。やっぱりハグしように見えますね。まさかのね猛反勢の方からリクエストありましたので、激ムズコースで激ムズカスタム、難しいコラボレーションで、ここはねスカイじゃない間違えました、土管の聖地パックンスライダー 200cc やっていこうと思います。読み上げますか、ひとかり行こうぜモンハンダブルクロス大好きというね方からオツマルクス初リクエストです。クッパのダブル25シルバーアローベンツカスタムですかね。でワイルドタイヤワイルドに走っていこうぜ紙飛行機でよろしくお願いしますというリクエストいただきましたんですがやっとジャンプアクション解禁されてめちゃめちゃその爽快感が味わえますけども、いや土管のねこのスタート直後のこの処理がね一番個人的には難しい。みんなもね同じこと思ってるんじゃないかなと思ってますけど、ドリフトだってなんか自分ができなかったことを名前でこう表してくれるというか、なんだけどクラクションでしっかり潰してまた気づいたら右下に1のマークがついてます。そうだな、ボムの置くタイミング、あの一番いいところはこの後ろかな。で 100% 刺さる、ありがとうございます。でしっかりねなんかうわーなんでそうに、で加速がねゴミなんで
一回でも被弾したら命取りなんですけど、さあ高谷さんブーメラン怖いね。さあケツはしっかりなつりつけ、で水輪に乗ってるアイテム超大事なんでしっかり取ってクラクションこれ鳴らしたい。さあ高谷さんしっかり潰してからのもう一発。さあだ アイテムボックス水流の割れなかったのでこれ多分コインかな。うん出ちゃうよな。いやポロッとケツから出さないようにねしっかりクッパの、めちゃくちゃ重たいんですよこれ。スピードとね重さがめちゃくちゃ高い割に相反的に加速がゴミなんですよ。だからねすごい、あゴミ置きます、ゴミ置いてしっかりね後ろ爆発させてありがとうございます。めちゃめちゃ下ってる中1位ねしっかり取ることができました。それは全て最後に出てきてくれたボムちゃんのおかげですよ。いやこれね史上初のボム兵が仕事してくれましたね。はい本当に感謝でいっぱいです。というところで鶏肉さんさん些細の際砂漠勢リボンロード 200cc でまた新しく人数がですね変動傾向なんですけど増えてきたので撮影再開していこう。よろしくお願いします。第4列目ですかね。まずはですね鶏肉さんから面白いねコメントをまたいただきました。読み上げます。というところでさちょっとね積み木のショートカット決めた後にねお話しします。あー完璧だねデイジーちゃんかっこいいよ。キャラはデイジーでカスタムはエンジン音がうるさいやつでお願いしマルクス。というねなんとも面白いねエンジン音がうるさいっていうのは今までもらっていなかったので今回ねやってみたいなと思います。僕の独断と偏見で完全に選び抜いたカスタムなんですけどスプラトルネードですね。でこのねトルネードには僕のねすごい懐かしい思い出があったんですよ。それがねこう 200cc ビッグブルーの動画昔からね遡って見ていただければまあわかると思うんですけどもあのキノコを使うたびにあの今のねサンダーみたいなそのスー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 すごいうるさいんですよ。まあ、その理由で今回のこの鶏肉さんのリクエストで使わさせていただきますけどみんなは 何のそのカートがうるさいかなってちょっと気になっててよかったらコメント欄でね無料で書けるからどんどん書いてください。いや毒キノコじゃこれ拾った負け、あぶね。なんとか毒キノコはこれね拾っちゃったらまずいので積み木書とかはなんとかしないで最後ねバナナケツにはめ込んで1位ありがとうございます。くっすよしね、キノコ使うタイミングでまたねエンジンを効かせていきたいかなと思ってます。おまけでねキノコ使ったトルネードのエンジン音をねお聞きしていただければ嬉しいかなというところで1位やったぜ。ライムウポッツ&リクエストです。いつも素晴らしい動画ありがとうございます。こっちのセリフだわ見てくれてありがとう。ワリオ空豆ローラータイヤフラワーカイトでお願いしマルクス。という今回のパート最後でね皆様に感謝の気持ちを伝えていきたいと思います。最後に 200cc ビッグブルー久しぶりに走っていこうと思います。赤コラ消しながらしっかりダブル割っていこうと。でそこでケツつけましてさあしっかりね守備の体勢に入ってワリオ空豆でしっかりねライムさんリクエストありがとうございます。今日撮影日が7月の29日水曜日なんですけども約数日前ですかね僕のこのカズマルクスチャンネルのね登録者数、まあ、お友達ですね9000人をね突破したという報告がコメント欄からあって僕もね登録者そんなにね見てなかったんで気づかずにいたんですけどね記念日ぐらい走らせてよ。ただ2位もスター使ってるほどの速さ、これはまあダブル割れたかちょっと失敗したな。さあ走力の誤差でしっかりねクラクション同士でこれぶつけるかちょっとインついてで赤コーラ投げられた時ちょっとブレーキして消しながら同時にプリアラモードさんもしっかりバコリと潰して1位ありがとうございました。9000人突破というところで本当にね皆さんいつも見てくれたり評価ボタン押してくれたりねコメントしてくれて本当に感謝でいっぱいですよね。リクエストもね楽しくやらせていただいてですねこれからもねもう1万人というね一つの節目でもありますと、もう1万人まであと1000人だからすごいね少しずつね人数が増えていってワクワク感とドキドキ感とハラハラ感というねすごい感情が入り混じってますけどもね今後も変わらずね楽しく実況して1万人突破目指して頑張っていきますので今後もねどうか皆様の応援よろしくお願いします。今日もたくさんのリクエストありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。たくさんのリクエスト待ってます。良い睡眠を。9000人ありがとう。やったぜ。こっちのセリフだわ。焼きそばさんね今夜で焼きそば作るんでそうなんですよね。美味しくねいただきたいと思います。さあスナイプはしっかりね華麗に避けていくそんなね走りもしっかりね皆様の目に留めておいて
今日はねアイスをね何個食べたんだろう、雪見大福をですね3個と板チョコをね2個というところで、僕はねアイスを何本食ってもね腹を下すということはそこまでありません。あんま滅多にないの。後ろのオレンジピンクをしっかり、オレンジヨッシーかな、しっかりとどめを刺しながら、そうだな、トゲゾウはこれちょうどダッシュバン、あ、今さ1周目でかわしたこのバナナで回避できたら、だからジャパンはいいんだよ。